この日は朝から雨予報でした。走行前にサーキットへ出て、路面を確認し、滑りやすい場所をチェックし、雨の日のライン取りをシミュレーション。入念な準備をしていたはずでした。路面はドライで、快調に走行を始めます。徐々にペースを上げていく中、雨が降り出すとともに、レッドクロスフラッグが振られます。次第に激しくなっていく雨の中、慎重に走行を続けます。前回雨の TOT では予選1位で通過しましたけれど、雨の日の走行はやはり大きなリスクを伴いました。無事1本目が終了しました。降ったりやんだりを繰り返す中、次第に雨足が遠のき、レコードラインの一部が乾き始め、ケースを上げた矢先、頭を強打することもなく、自力で歩き、怪我はないかと思われたのですが、走行が終わるまでのこの間、意識は遠のき、時折、目の前に砂嵐が現れる状態でした。しっかりしているように見えますが、医務室で血圧を測ると、通常より30近く下がっていました。最終コーナー、中ほど、フロントからスリップダウン。GPS ロガーによると、時速約 100km で転倒した模様。幸いにもバイクのダメージは少なかったものの、後日の精密検査の結果、右肩の骨折と腱板断裂で手術が必要となり、全治3ヶ月の診断でした。11月5日 TOT 神楽月ステージは今回は残念ながら棄権します。当日チームテントは設営するので、気軽に遊びに来てください。